はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。まさみ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。中曽根参院憲法審査会会長、サルバン族発言は看過できない。じゃあどうすんのという話なんですけど、国会の場で陳謝せよと、会として要求したそうであります。立憲持ち帰ります。態度不明。一般反応です。テレビだんまり。マジかよ。小西の味方すんのか。圧力かけられたのにね、テレビね。それね、なんつうの？この後に及んで小西を擁護して、この陳謝を要求されたっていうのは、どこも報道しなかったみたいですよ。やっぱこうなったか。亡命も要求していこう。懲罰委員会にかける。世界が小西から孤立している。報道への圧力を小西は平然とやったけん、オフレコだったというのも即座に撤回したというのも嘘だったんだよな。これは憲法審査会に法的措置不可避小西が憲法審査会を訴えるいうことでしょうか。今頃ニヤニヤしながら天ぷら食ったやってそう。状況わからずに、持ち帰ったバカパヤなんですけど、杉尾って議員ですね、元 TBS の、憲法審での発言ではないので、憲法審で謝らなければいけないということではない。ちょっと何言ってかわかんないですけど、脊髄反射で口答えってやつですかね。何でもいいから言い返さないと、黙ってられないっちゅうやつね。衆院憲法審をサルバン族呼ばわりしたんだから、衆院本会議で公開陳謝が筋ですかね。懲罰委員会にかけてさ、公開陳謝にすれば解決ですよ。その上が謹慎、その上が除名。公開陳謝はガーシーもやられてましたよね。誰も小西を懲罰にかけろっていう議員いなかったのか。自民にもいなかったのか。で、維新にも民民にもいなかったのか。そんななあなあでやってっから、いつまで経ってもどうにもなんないのかな。国会でなあなあでやってっからさ、NHK を結局ね、70年間守ってきたのは、結局のところ自民党だし、外国人生活保護っていう脱法行為をですね、70年間も続けてんのは自民党だし、もう何も期待できないですね。記者にですね、小西の処分どうすんのって聞かれた泉健太、岡田幹事長に任せてある。幹事長が精査中と逃げました。なかなか処分が決められない背景には、党内左派を中心とに小西を擁護する声が一定数あるためだ。厳しい処分には反発が出る可能性があり、泉や党内基盤が弱く、左派からの批判の矢面に立てないだろうと見方も出ている。つまりですね、立憲党内にいるバカパヨ、極左、に遠慮してということらしいです。小西並みの強人がまだまだ党内にゴロゴロしていると。あるいは小西は強人だけれども、いや、擁護するっていうやつがゴロゴロしていると。一般判断ですね。精査なんかしなくても小西のツイッター見りゃ一目瞭然だろ。立憲蛮族と、あれをかばって何の得が。統一地方選で答えがわかるんじゃない。バカパヨ支持者受け狙ってんのか。自浄できない組織はいずれ崩壊する。高市を追い詰めたってノリノリだったのに、どうしてこんなことや。身内にばっか甘いのはあんたら。あんたらが嫌いな差別じゃないの。身内ばっか優遇は差別じゃないの。そういうとこだぞ。今のね、ディープでハードコアなバカパヨ支持者はですね、減らしたくない。小西の処分をためろ。そればっかやってたらですね、波のバカパヨにも見捨てられて、今自利品と。野党第一党も危うくなって、っていうのが今の構図ですね。これはパンクなバカパヨが支持する、共産も同じで、パンクなバカパヨばっかり、優遇してたら、そいつらが気に入るようなことを言ってたら、ハードコアなバカパヨが逃げてってパンクなやつばっかり残っちゃって、新しく増えないし支持者も、という現在の支持者を大事にするあまり、パンクバカパヨ向け言動ばかりやって健常者に呆れられる、支持率低下を続け、現在に至ると、共産党もですね、捏造慰安婦記事を詰められ、いやいや読者だけに謝罪記事載せた
朝日新聞にですね、ディープでハードコアなパンクなバガパヨが激怒しまして、朝日では物足りない、パヨ度が足りないっつってですね、東京新聞に移ったんですよ。東京新聞、突然の部数増加に驚嘆驚愕、自分らの読者が超のつくバカパヨであることを見抜き、バカパヨ向けのバカパヨ記事を連発と、気がつけばですね、朝日よりも極端な東京新聞になっていた。これが今の東京新聞の現在でありますね。泉岡田、もうちょっと真ん中に戻さないと支持率上がんないよな。あ、理解してんだ。泉乃木神社に参拝、すかさず党内や支持者から軍人を祀る神社に参拝するとは、軍人を神と崇めているのか、非難ごうごう。党内の外交安保部会でも極左派の声がでかい。台湾有事などリアリティがない、反撃能力に反対、意見が相次ぐという読売記事ですね。リアリティがねえのはお前ら、ウクライナ見えない、聞こえないの。現実から目をそらす能力が卓越して、いや、現実認識がまともなら立憲なんかおらんやろ。人生楽しそうで羨ましいよ。真剣に売国している。リアリティ云々じゃなくて、万が一の事態も想定して話し合っておくのが政治家じゃないの。まさに正論。有事に誰よりも慌てふためく姿が見える。見えますね。全く想定してないんだもん。こんなことになるとはって言って、全く想定してねえんだもん。立憲のそういうね、リアリティがないとこ言ってるお花畑のバカポエが一番慌てそう。なんかあったら。一見とんでもなくですね、バカでお花畑に見えるが、差にあらず。彼らは立派なですね、外観誘致主義者で、信念に基づいて、やっております。まずはですね、結論ありき。人民軍に日本を差し出す。無抵抗で。そのためには防衛を妨害しなければならない。反撃能力獲得の邪魔をしなければならない。有事のリアリティないっていう、変な理屈で反対と。で、まともな世間からは、バカじゃねえの、ウクライナ見てねえの、呆れられ、見放され、今に至ると。泉と岡田の心配通りですね、立憲の劣化が凄まじいことになっております。牧山博江、元 TBS と、石川大河、この人は酔っ払って新宿で暴れちゃった人ね。福島瑞穂、委員会で間違って採決してしまう。裁判所人員削減案に、バカパヨは反対してました。立憲と共産は、社民は、反対してました。党として。委員会の採決で、上記3名が賛成に手を挙げてしまった3名。間違っちゃった。あははは、間違っちゃった。一般判断。これはひどい。バカなのか。もう議員やめろ。間違えたんなら仕方ないよね。自分に信念がないから間違える。委員会中にスマホでも見せたのが、牧山イコール元 TBS と。まあ、立憲と猿馬、ミレンダロ大会ですからね。どうせスマホでもいじって遊んでたんじゃねえの、委員会。彼らにまともな常識が通用すると思ったらお間違いですよね。世耕参院幹事長、我が党ではこういうことが絶対にないようにしなければ緊張感を持たなければ、この3人に緊張感皆無って言ってて、皮肉がきつくて笑っちゃいました。劣化しているのは立憲と共産だけでなくてですね、イビデンスねえよそんなもんで、有名な朝日新聞編集委員高橋淳子、権力者は捏造という言葉を振り回してはならない、行為者の悪意を一方的に認定することになるからだ。朝日新聞、多事総論で吠えておりました。こんな顔してる人、みたいであります。イビデンス、ねえよ、そんなもんで、有名、超有名になった人。一般反応、何言ってるか全然わかんない。朝日は慰安婦問題捏造しまいしたよね。尻滅裂すぎて、もう何が何やら、こうやって部数減らしていくんだな。捏造を振り回したのは、小西の方なんだけど、小西文書が捏造じゃなかったら一体何なんだ。最近は朝日新聞ってだけで爆笑してまう。こういう無価値な妄想を載せるから部数が減り続けるのですよと。捏造は小西文書で、それ振りかざしてたのは小西じゃねえのって聞いたら、この人ね、イビデンスねえよそんなもんって言ってくれるんだろうか。言ってもらいたい。一度生で聞いてみたい。権力者は、捏造を捏造と言ってはいけないとのこと。じゃあなんて呼べばいいんだ。インチキ文書、怪文書。高橋さん言ってましたよ。怪文書の類だ。配慮して捏造と申し上げた。それも気に入らないみたいですけどね。その配慮した
のも。じゃあ怪文書って、言ってたらもっと発狂してたのかな。行為者の悪意を一方的に認定することになるからだ、これがますますわかんないですね。小西は明らかに悪意マシマシだっただろ。万死に値するとまで言ってたんだから、その悪意を認定するのはするなっていうのはですね、やられっぱなしで抵抗すんなってことを言いたいんですかね。さすがね、日本人は無抵抗で殺されてるっていう憲法9条は素晴らしいとか言っちゃう連中だな。さすがね、イビデンスねえよ、そんなもんの人。頭おかしいですね。昔は赤が書き、ヤクザが打ってバカが読むって言われてたんですけど、今では頭がおかしいのが書いて頭がおかしいのが読む朝日新聞に無事昇格したようで何よりであります。さっさと潰れてくんでいいかなーという話でね。今晩5時からメールトニー様限定懇親会やります。ドタキャンしないでね、ちゃんと来てね、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。